何が一番激動だったかっていうと、今年はともかく経済が変わった年なんだよね。働く全ての人、今年1年の経済は一体何だったのか、この大地震、そして来年はどうなっていくのかというのを振り返ろうと思います。はい、こんばんは、下井です。こんばんは、吉水乃愛です。はい、メリークリスマス2日前ですが、いかがお過ごしでしょうか。早川です。そうか、そうですよ、今日テーマ合ってますかね、僕ら。そんな、なんかクリスマス感全然ないよね。ない。うん、まあ YouTube でクリスマスソング聞くぐらいだな、うん、でも最初のオトラジ1年目の時は確かクリスマス直前なんか恋愛相談スペシャルとかでやってたね。そうそうそう、うん、いやあの頃すごいしんどかった。しんどかった、なんか2時間撮るので臭くなったね。確かに、あの最初のしんどさ感何だったんですかね、うん、まあ、緊張とかもあるから、だから、うん、テレビも一緒なんだけど、うん、慣れ、人間すごいですね、やっぱ慣れ、うん、本当に番組初回の立ち上がりだから本当大変だもん、うん、一緒だねこれも。体調崩してましたよね全員ね、うん、井田さんですらちょっと体調悪くなってました、ね、いや僕膀胱炎になったもん。生まれて初めて血乳が出たよ、この番組のおかげで。ありがたい、ね、まあ、風邪ひいてたんだけどさ、はいはい、でも本当びっくりした。じゃあそういう意味では僕らもね、もう 3年目というかね、うん、なって少しゆとりが出てきたのかなと思いつつ、さあ井田さん、今日はクリスマス前ですが、はい、はい、今年はですね、何が一番激動だったかっていうと、うん、今年はともかく経済が変わった年なんだよね。ということでですね、働く全ての人、まあ学生さんでもいいかな、今年1年の経済は一体何だったのか、この大地震。うん、まあ気になる。そして来年はどうなっていくのかというのをざくっと振り返ろうと思います。はい。2022年経済ルックバックです。経済興味ない私でさえ無視できないぐらい。うん、だってこれがあるじゃん。になってた。これね、今年の1月です。そっか。1月のインフレ日本0%、うん、あるいはマイナス 0.何%、うん、今 3.6、ね、欧米普通通常運転 2%、うん、今8から9、わ、これ大変だよ。前の年から8から9上がってるってことだからね。給料すぐ 8% なんて上がんないから。というか正直インフレってなんか対岸の火事じゃないですか。海外とかね、うん、あと昔ねあったねみたいな話、うんうんうん、日本は、うん、まあ、なんかたまにちょっと上がるとかあったじゃないですか、うん、電気代ガソリンで。だけどまあまあって思ってたら ね、本当にこの人生でそういう意味では実感した初めての年かもしれないですね、うんうん、そうだね。だって考えたらさ、そのバブル崩壊以降、1990年以降だから10年、20年、32年、うん、インフレになることなかったわけだから、実際そうか。ほとんどの人は初めてなんだよ。そうか、そうだ。家計がマジで困るって。逼迫してきたよね。逼迫するってこういうことなんだなって、うん、もうしみじみと感じちゃいましたよね。ちなみになぜインフレになったのか。うん、ここですよ。ここ。気になる。うん。はい、じゃあフリートークでなんか適当に出して、はい、お題を。私は、うん、思ったのはまず、うん、アメリカの金利上昇、これここにも書いてありますけど、いきなりしっかりした問題、いきなり経済学部の人の答えが、いきなり俺もっと、じゃあ、いやこれはだってほら、イラさんよく言ってたから、私もなんか納得、僕もっともっと低俗な感じにようかな。でも実は逆なの。え、この金利上昇はインフレが起きた後に起きてるの。あれ、あ、じゃあ単純にコロナ、日本コロナとかウクライナっていう感じがするよね、普通に考えると。なんかきっかけは、はい、もうね本当に単純です。まあコロナ、ウクライナもまあ後付けぐらいで、はい、単純にコロナがもうこいつか、コロナがもう大丈夫になったと、うん、でみんなマスクしなくなっちゃう、欧米は、はい、でコロナがもう、まあ、コロナから回復する過程で、うん、みんな物買ったり旅行したり外食とかし始めたじゃない、うん、で要するに需要が一気に増えたんだけど、うんうん、工場はまだ止まってたし、供給ね、トラック運転手とか船とかが全然動いてなかったでしょ、うん、だから供給サイド、作る方とそれを運ぶ流通の方がボトルネックになってしまって、ここでまず一回上がったの、うん、インフラか。そう、インフレはインフラからか。こっちの方が強すぎて、こっちの方がまだ強くなくて、うん、これってインフレの典型的なパターンですよね。需要が増えるけど、その物が少、供給が少なくな、いや、コロナがなければここのところ工場休んでないから、うん、増産するだけでなんとか内需追いつけるんだよ。あ、じゃあやっぱコロナ、そう、コロナのせいなの、うん、でしかも世界中で給付金をばらまいたので働く人たちがここに戻っていかなかった。金がダブついてました、ね、まあ、難しい、給付金配っちゃったから。そう、働き手が、イギリスとかも配りまくってましたもんね。そう、もう全然戻んなかった、はい、話によるとアメリカなんかだと飲食店のそこそこ大きい店の給付金は、うん、1件につき1億出たんだって、
そしたら働かないっしょ。最高じゃない。でバイトの人には1億円もらってたらバイトに給料保証した上で利益たんまり上がるじゃん、うん、むしろ前より儲かってる。そう、お店閉めっぱなしで1億円もらいたいんだから。そんなことやってたんだ、うん、だからもう戻んないわけよ、うん、ここだけビューンって上がった、よしみんな遊ぶぞ、コロナ大丈夫だって戻ったし、よし贅沢しよう、旅行しよう、うん、サービス業って言ったらサービス業いない、うん、レストランの人戻ってこない、うん、トラック運転手いない、で一気に上がったの。え、これってやっぱり極端なそういった施策をしたがためにインフレにつながっちゃったっていうことなんですか？そうだね。あとはここのところは分かんないのよ、うん、これが治ったらみんなすぐに働きに戻るよねとか思ってたんだけど、うんうん、あまりにもオーバー振る舞いしちゃったんで戻んなかったんだよね。それは分かんなかったんですか？分かんない分かんない。世界中にもう給付金とかばらまいたことは確かです、うん、それはみんな分かるけど、そこで戻るとは思ってたんですね、うん、国の賢い人たち。そうそうそう、そうか、だからやっぱ金銭感覚が違う。そんなに働きたくないんだよね。働きたくないし、そんな頑張んない人たちだったってこと、世界中で。日本もそう、うんうん、日本ですらってことですよ ね、 ね。そうで、ここに追いかけてきたのがウクライナ。そうだったんだ。それは後か、後だ。ウクライナ戦争だから。そっか、僕はもうなんか侵略とか侵攻とかでなく、もう本当に一方的に仕掛けた戦争だと思ってるんだけど、うん、これが来ちゃったから、うん、ここで資源がビュッて上がったよね。確かに、オイル、オイルで石油、そう上がった。そう、電力も。でその上、ここのサイドはいつまで経っても戻ってこない、どんどん上がる。車とかもね、な何ヶ月待ちとかありましたもんね。そうそうそう、あれも半導体の工場が作れないってことなんで、うんうん、そうそう、ここの作るところ、まあ要はサプライサイドがボトルネックになっちゃって、うん、半導体が、いや勉強工場が作れないと。でもこの時、あ、そっか、でもそっか、ウクライナがそう2月か3月だからね。3月か、あ、そっかそっか、うん、1月の時点ではまだ良かったんだけど、気がついてみれば。あ、これここで取り返し、ちょっと話がすみません、うん、僕バカなんてごちゃごちゃになっちゃいますけど、うん、例えば世界同時不況がね、うん、来るとか来てるとか、うん、あとこう需要っていうと物が売れまくってる感じのイメージありますけど、うん、でも一方でね、どんどん日本でも、うん、もう目先で会社潰れたりとか物が売れないみたいな、うん、だからなんか話が分かるけど、なんか両方存在してるのかしてないのかとか、うん、なんかね、それはもちろんそう、その辺がごちゃごちゃしてるんですけど、うん、あのどんなに景気のいい時でも調子のいい業界ってあるじゃない、うん、今で言えば例えばスマホの漫画とか、うん、あるいは動画配信がこれだけ広まったので、うん、番組制作会社なんかはどこもウハウハだよ、うん、日本のテレビ局より全然お金いいので、うん、Amazon やネットフリックスは、うん、だから日の当たるところと当たらないところがあるから、うん、あれなんだけど、うん、でも全般的に見てみれば今年一番の注目点はこのコロナが回復したことによって突然吹き出したインフレのプレッシャーだよね。インフレ圧力、うん、これが全ての今年の動員だった、まあ、アメリカの物価がとにかくやばいですよね。やばい、ニュース見てるとね、なのでそれに応じてこうなったんだよね。なるほどね、そういうことだったんだ、うん、そう、要は欧米が 2% だったのが8から9になった、うん、前年から1割上がるって、給料は上がんないから、うん、もうみんな生活が苦しくなって、うん、なんとかしてくれってなって、アメリカの大統領がこれを支持したわけ、うん、FRB に。わかりやすい、はい、あのインフレって、うん、その物価の上昇に伴って、うん、その賃金だったり、うんうん、そういったものも上がるっていう傾向じゃないですか。あるんだけど、欧米でさえインフレの上昇よりは賃金の上昇の方が後から追いかけていくの。しかもこの数は必ず上がるとは限らないから、そこですよね。そう、生活が苦しくなるんだよ。で、日本の場合は全然上がらないのにこれになってるから厳しいよね。さらに目減りですよね。あ、じゃあそこの賃金と物価の上昇っていうのは必ずしも比例するわけじゃないってことなんですね。そうだよ。そして時差もあると。だって給料の方がさ、インフレよりさらに上がってるなんてことないでしょ。うん、インフレが 8% 上がったから、じゃあうちの会社 20% 上げますなんて優しい会社ないよ。でも単純に考えて、うん、今まで 2%のか、まあ、2% の価格っておかしいけど、うん、価格で売ってたもの、それをその 6% 上げられるわけですよね、価格を。そう、あ、でも原価とかがもう上がっちゃってるから、だから利幅としてはそんなに上がってないわけ。あ、そういうことかなるほど。でもそこまでと日本給料上がってない上にインフレになった上に円安だから最悪ですねそうなの、トリプルパンチ。海外行くとかもうとてもハードル高くて、うん、いや本当にその通りで、結局インフレがひどいのでこれを何とかしてくれっていうことで、何とかするには
金利を上げて世の中に出回ってるお金を減らしたい。そうですね。物は同じなのにお金の量だけ減れば値段下がるじゃん、うん、ということでそれを狙ってここが1月だよね。アメリカ1月 1.5% だった、うん、日本はその時 0.25% ね。で 1.5% と 0.25% の時に円がいくらだったかっていうと115円だった。これがじり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 上がって気がつけば 4% になっている、うん、こんな差がついたらさ、日本の円を売ってアメリカのドルを買ってこれの方が良くない？だってこれでプラス 3.75 儲かるよ。今銀行の金利何パー？ 0.0 何パーでしょ、こっちの方がいいじゃん、うん、っていうことでどん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 みんながドルを買ったわけ、うんうん、だから一気に37円も動いて152円まで来たと、うん、でもさ天才、今回為替介入は天才で、うん、ここの152円で売ってんのちゃんと、でこっから今17円下がったから、うんうんうん、今安定してますよね。そうだから半分、そう値上がりした分の半分は収められたんで、うんうん、すごいよね。確かに。まあそれもなぜかっていうと、これはちょっとインフレもいいんだけど、うん、これ以上上げ続けるとアメリカの景気がボロボロになるぞと、うん、なので FRB がもうそろそろちょっと値上げにブレーキをかけるか、来年早々には値下げをするんじゃないかってことで利下げをね、うんうんうん、でこうなってもしかするとちょっと近づいてきた、ほぼ元に戻るそうで、さらに日本がここをいじればね、うん、ただここの今の日本の 0.25% っていうのは今の黒田総裁の間あれだから来年総裁が変わるので、その人待ちかな、こっちをもし例えば 0.25 じゃなく 0.5% にしましょうみたいなことになるとこうなっちゃう、うん、この金利の、うん、で 0.25 だったのってこの時期の話じゃないですか、うん、ですアメリカが 4% にした時に、うん、日本はそのまま据え置きにしたのは、うん、なぜだったんでしたっけ、まあ、単純に言えば、うん、借金が多すぎてこの金利をいじると大変なことになるから。あでアベノミクスは継続っていうふうに決まってるじゃん、うん、一応はお金ジャブジャブやっておけば失速はしないから、うん、ものすごく景気上がってるってことはないんだけど、うん、もう本当に酸素ボンベ、酸素ボンベ、うん、もう呼吸が苦しいからずっと酸素吸わしてるってこと。あだから単純にじゃあアメリカと一緒に上げちゃおうっていうことはもうできなくって、だから結果的に円がどんどん安くなってっちゃったっていう、そういうことだってさ、うん、借金1000兆円あるじゃんあるじゃんっていう金額じゃん。この 4% にすると年に40兆円だよ、うん、そうか今防衛費がどうのとか言ってるけど43兆でしたっけ、うんうん、ねえ、防衛費なんてこれの8分の1とかだから、5兆円とかだから、せいぜい。もうとんでもない額なのよ。利払いだけで。これ借金返済の利息だけだからね。はいはいはい。だからこれはとってもできないんで、あげちゃおうなんてことはできない。そうか。ただ、0.25 じゃなくて、もうちょっと幅を見て、少し上げますよぐらいのことはできるんだよね。次の日銀総裁は。そうなると、でも本当に円安はまた止まると思うけどね。120円まで落ち着けば、うん、私たちの生活も、もうちょっと、優しい感じになるですかね。それがね難しいところ でインフレって一回火がつくとね、うん、この金利の上げ下げぐらいだけでは止まらないのよ、うん、経済全体の流れになるので、で世界が上がってしまったら、うん、日本だけ下げているっていうのは無理じゃん。これだんだん、うん、これはじりじり上がってくるから。そうですよね。ここから欧米に向けて結局その物価を一回高くしちゃってるじゃないですか、うん、どこも全て、うんうんうん、ほぼ全ての業界でこれからもどんどん上がっていくし、うん、それを上げたものをまた下げるってことってあるんですか？日本ではあったけど、うん、デフレの国以外は基本的にないと思っていい、うん、だからうわー、そうなんだ。欧米はこの8、9からまたじりじり2に戻りながら上がっていき、給料も上がっていくっていういい循環になるわけ。そうかそうか、給料がなんか上がっていけばいいけど、うん、日本で給料が上がることなんかあるのか。うん、どうなんだろう。でも身近なとこ見ててもなんかずっと言ってる治療院がいきなり2000円値上がりしたりとかあるよ、ね、えで関係ねえじゃんって思ったけど、まあそんなことないですね。全員関係あるから、うん、そう、あと飲食がさ意外と地味に上がってるよね。上がってます。1100円だったハンバーグランチが1250円になってる。そうそうそう、なんか10円とかじゃなくてね。そう、吉野家も微妙に上がったしね。そう覚えてると思うけど、この金利上昇だけじゃなくて、うん、あの世の中にジャブジャブお金を流していた資産買取っていうのをやめて、うん、今度資産を買取の逆のバージョン、うん、タイトニングっていうのでお金を流さないようにし始めてきているんで、うん、こっちが影響を受けちゃうんだよね、うん、あ、そういうことね。そうで僕たちは当然 SP500 がメインになってるわけだけど、うん、それが最盛期から 25% 落ちて、うわすごいよね。でそこからまた 10% 上がって
で、来年どうなるかっていうところ。これってどのぐらいの期間でこの上げ下げがあったんですか？これは、お正月1月、うん、ここがどうだろうな、7月とか夏の頃じゃない？あ、そっか、だから7月、8月ぐらいで秋になってからまたちょっと上がり始めてるのは、さっきのこれなんだよね。上がると早いのか。上がるのも早い。上がるのも早いです。落ちるのも早いよ。うん、ただ、まだここに関しては安定してないから、うん、来年もう一回そこを見に行く可能性はあるよね、株に関しては。6月ですね。うん、6月、そう、USP500。そっか、なんかやっぱ、まあそこが面白いところなのかもしれないけど。でも今年、日本人が一番感じたのはここだよね。うん、この円安に関してはさ、ニュースにならない日なかったから、うん、実際やっぱちょっとこれはまずいからね。うん、いや、本いや、日本に働きに来る人がいなくなっちゃうからね。うん、なんか昔って、うん、その円の価値って変わらないっていうか、固定の金額でしたよね。それはもうはるか昔で。固定性の頃はまあ360円なんだけど、はいはい、ありましたね、うん、あれってどういう仕組みでそうなってたんですか？まあ適当に決めただけよ。プラザ合意って。そうなんだ、うん、そう。でもともとねこれで決まってたんだけど、うん、円がどんどんその日本の経済力が上がったんだから、うん、これいつまでもこれじゃあ日本の輸出が最高になっちゃうじゃん、うん、今ドイツみたいに。あ、なのでそれはもうやめてくれ、変動相場制にしてくれって言って、うん、変動相場制に移行して、はいはい、円のこれが始まったの。おお。最安値70円、最高値250円みたいな。70円とかありましたね。うん、これすごいよね。本当に。私高校生ぐらいの時85円とかでしたもん。そう。だからそれがね、倍の150円でしょ。うん、だからなんかちょっと為替って激しすぎて難しいね。うん、だから意外と2、30年でもそんくらい変わるってことだよね。そう。まあガソリンだってね、一時20年ぐらい前に100円切ってた時ありましたから、ね、うん。あったあった。え、そうなんですか。あったあったあった。まあだから、ここら辺が全部絡み合って、で、結局、来年どうなるかっていうと、基本的には、こうやって金利を上げて、で、世の中に市場に流しているお金を引き締めていく、タイトニングをするときっていうのは、世界どこでも不景気になるんだよね。だって、世の中に出回るお金の量が減って、お金を借りにくくなるってことがさらに。ね、タイトニングしてんだから当然ですよね。タイトニング。タイトにしてる。タイトにしてる。絞ってるわけだ。うん、そう。そうなると、逆のことが起きると、コロナ禍と。コロナ禍で何が起きたっけ？だからお金がだぶついて余った。物流が止まった。それもあるけれど、経済で言えば世界中で、世界中でこれが起きたってことでしょう。ああ、コロナバブル。そう、株。あった。その言葉。金、まあいや、ビットコイン、仮想通貨、不動産、すべてがもうバカバカしいぐらい値上がりしたと。去年の、あれ覚えてるでしょ？笑ってました。去年の SP を。そうだわ。何 ?SP って 30% 儲かるんだろ、ね、こんな簡単だっけみたいな。そうだった、そうだった。どんどんぶち込めばいいじゃん、みたいな。これが、まあ要はこれが崩壊するってことです。うん、そうか、バブル崩壊したのか。うん。まあ今してる最中かな。嫌だね。Now ですね、Now。Now。だから、逆に言えば、まあ中国は国内事情もあって、この不動産のところとかがものすごい傷ついてるから。中国といえばその中国共産党今大変なことになってるじゃないですか、うん、共産党が大変なことになってるというか国民が模倣を起こしてるじゃないですか、うんうん、あれってなんかこういうなんていうんですか、こういうことに関係しては来ないんですか、株とか。これはね、実はその辺はね、中国は難しくて、不景気だからデモするみたいなことできないのよ。ただ不動産で取り付け詐欺とかあったよね。恒大に人が押しかけて、うんうん、お宅のマンション買ってるのに工事してないじゃないかってデモしてたじゃん。はい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 。まあ今でも一番起きてるのはこっちの方です。ゼロコロナ対策をなんとかしてくれと、うんうん、はいはい、要は今さ、48時間以内の PCR の陰性証明がないと、うん、地下鉄とか電車とかバス乗れないの、うんうんうん、そんなことされたらさ、1日おきに週に4回とか PCR 検査 してるのよ。すごいっす、ね、あれって中国人全員だよ。国が負担してるんですか、検査費は。そう、あ、だからそれだけだってもう何千億円何兆円のお金だから、うん、それをいまだにぐる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 回し続けてるからえ、ちなみに、うん、前々回ぐらいになんだっけ、習近平は、うん、全くそのお金に関して無頓着、お金に関して経済とかそういうことに関して全く知識がなくて、うん、ダメだっていうお話されてたじゃないですか、うん、まあ、少なくとも、うん、その経済学の基礎みたいなことは全く知らない人だと思う、うん、それって、まあ、一生ゼロコロナ対策もちろんできないわけですよね。いや、本当はやれればやりたいんだよ。なぜなら習近平の今までやった政策の中で世界にどうだ、うちの国はコロナの死者世界最小だと人口あたりって言えるのはそれ一個しかないから
それ以外別に成功した政策ないので でも結局今増えちゃってるじゃないですか、うん、コロナの感染者、うん、増えてる上に、うん、若者の失業率もめちゃくちゃ上がってて、これから習近平は何を武器に政治をやっていくのかなってすごい思うんですけど、あの何の武器もなくても、うん、俺たちはこうする、共産党はこうするって言えばできるの、うん、そうなんですか、だから大変なんだよね中国逆に。まあゼロコロナに関してはだいぶ緩んできたみたいだけどね、うんうん、ちょっとあまりにも評判が悪いので今の政策が、じゃあ今のデモも結局は抑えつけられちゃって、うん、結局はもう中国共産党っていうあの体制は変わらないってことなんですかね。あれを壊すのは猛烈に大変、あそか、だって1億人だからね、自民党ぐらいの党員だったらさ、うん、ひっくり返せるけど、ね、7% ぐらいいるんですもんね、うん、さあじゃあちょっとお話尽きないんですけど、まだ前半20分後ですよ、もう確信に迫らないようにして、あれもうあんまり話すことない、いやいやいや、なんてこと言うんですか、どんどん聞いちゃった、やばい、そういや大丈夫、中国にちょっと中国に脱線したんで大丈夫です、うん、まだ確信があるはずです、でもちょっと中国の話もうちょっと聞きたいですよね、うんうん、はい、うん、じゃあここでご質問ご感想お願いします、うん、はい、じゃあまずお便りから行きたいです、行きたいです、私の欲望、はい、いいすいません、いいいい、はい、40歳の女性からいただいています、はい、イラさん、ヨヘイさん、ノアさん、こんにちは、毎週オーディオブックで楽しく拝聴しています。お三方のおしゃべりのトーンが心地よくて大好きです。先日不死鳥少年と眠れぬ真珠を拝読しました。オトラジで紹介されていて読んでおきたいなと感じた東京大空襲の話と、これまでなんだか恥ずかしくて逃げてきた恋愛小説、全く違うテーマの作品でしたが、いずれも冒頭から引き込まれて読み進めるごとに加速し、気づいたら読み終えているというプロの小説家のもとい、イラさんの読ませる力ってすごいんだなと思い知らされました。14歳のたけしの繊細な感受性も、45歳の咲子の心と体の葛藤も描けるイラさんって何なんですか、本当に尊敬します。プロフェッショナルで自分の考えを持ちつつも柔軟で品よくエロトークができるイラさんみたいな大人になりたいですすごい褒め言葉です、わありがたい、エロトーク最高おとらじこれからも楽しませていただきますね、それではまた、ということで、まあありがたいね、なんかさ前回はさね、岩井くん褒め殺しだったけど、はい、今度僕だったね、うん、来週はノアさんお願いします、ね、あのエロトーク上手だって言っといて先にネタを仕込んで、はい、うん、じゃあ次質問です、はい、20代の女性からいただいています。いつも楽しく拝聴拝見しています。人手不足の仕事とそうでない仕事の違いについて質問させてください。はい、最近コロナの収束に伴い人手不足になっている、ただし業界職種によって差があるというニュースを見ました。うん、人手不足が5業界と言われているのは、運輸業、サービス業、うん、飲食、宿泊、うん、医療、福祉、建設業などだそうです。おー、なるほど。そのニュースでは、なぜこれらが人手不足なのか解説されており、興味深かったです。私が今働いている業界もこのうちの一つです。ニュースでも言われていて、私自身も感じることは、給与が低い、そして上がらないということです。労働時間もそれなりに長いです。もともとの単価が低く、給与が低いので、たくさんの時間働かないとそれなりの給与がもらえないという面もあるかもしれません。そのため給与や休日、労働時間といった待遇面に不満を感じる人はある程度働いたら辞めていきます。特に男性は給与が低いと結婚して家庭を持つのが厳しいことと、うん、女性は結婚したら特に家族との時間を大切にしたいという思いが高まるので、男女ともに50代以上で子育てが終わり、あまりお金がかからない人は比較的辞めずに定着するのですが、男女ともに20代30代などの若い人はあまり定着しません。なるほど。このような職場で若い人の離職率を下げるにはどうしたらよいと思いますか。業務量や拘束時間の割に給与が低く、半日有給もなくて働きづらさを感じますが、それを改善するのは難しそうです。いやー、そうは言われてもな、うん、なんかアドバイスくださいとか。いや、もう正直言って、まあ、福利厚生を上げて給料を上げるしかないんだよね。うん、前もありましたね、その話。うん、だから今そのインフレの元手になっている、うん、飲食店だったりサービス業だったり、特に運輸か、うん、そっちに関しては今本当に儲からないので、うん、あ、そうなんですね。うん、トラックドライバーも給料本当に安くなっちゃった、ね、昔はね高かったですもんね。そうですよね、うん、だからそこに根本的にメスを入れないと基本今のまま続いちゃうだろうね、うん、これちょっとよくやっぱり どうしても理解できないんですけど、うん、まあ、多分給与が上がるのは後からついてくるっていうさっきの話の通りだと思うんですけど、うん、その物価が上がったのに給料が上がらないってどういうことなんですか。やっぱりそれは時間の問題？まあ単純に言えばさ、
今給料を上げてしまう、確かにインフレだから単価が上がって少々儲けは出たにしても、うん、今給料を上げちゃったらこの先どうなるんだ、人口が減っていく日本で、うん、今の市場がそのまま続くのかっていう恐怖があるんだよね、うん、あと会社としてはやっぱ内部留保みたいなのを貯めたいみたいなのもありますね。でも今内部留保は日本は歴史上最高だからですよ、ね、めちゃめちゃ貯め込んでめちゃめちゃ利益もあるのに給料にはしてないんだよねでもほら個人もタンス預金も歴代最高みたいな、あそうです、ね、個人も会社も一緒だもんね、うん、だからそこじゃない、うん、結局みんなこの先やばいよなと思って誰も彼もが財布の紐を引き締めてるんで、うん、アメリカ人みたいにねコロナ終わったらイエーイって言ってバカみたいに買い物しないんだよね、うん、一人タイトニングしてんだよね、だからすでにもうみんな、うん、そうか、うん、まあでもこれだけねちょっと不安があるとやっぱりタイトニングせざるを得ないですよね、だからそこにメスを入れないと、逆に言えばなんか希望あると思うんだけどな、うん、ある、うん、だって日本って豊かじゃん、なんだかんだ全然豊か、そりゃそうですね、うん、なるほどな、なるほど、じゃあ特にそのなんて言うでしょう、やっぱりその今のそのさっき言った5大人で足りない産業は厳しいよね、産業は厳しいってことなんですね、っていうかそういうところってさ、もう飲食も、まあ、トラックもそうなんだけど、もう細かい会社がたくさんあって、まあ、ありますよね、でお互いにダンピングで叩き合いしちゃうんだよ、これ飲食もそうじゃん、そう、もう疲弊していくだけですよね、そう飲食、ホテル、トラック業界、だってこれ猛烈にあるじゃん細かいのが、うん、そしたらこれで結局は値段の叩き合い、この形をなんとかしないと、あそうか、そうですね、そうか、しかも国から介護事業者とかみたいになんかお金がみたいなのもないですもんね、全く出てないよね、あのコロナ対策で出たけどね、うん、でも基本的にはねないので、ここ本当どうしたらいいんだろうな、かといってでも必要ですよね、これなかったら本当に困るよ、本当インフラだ、旅行もできないし外食できないし、うん、アマゾン届かないよトラックなかったら、そうでしょう、エッセンシャルワークだよ、そんな中で、うん、送料無料とかもやってるじゃないですか、アマプラとかも、だからこの人たちがもうみんな涙涙、いやもう死にそうに運んでくださってるじゃんだって、うん、ですよ、いやありがたいよ、みんなもう歯入ってもん、名前時間指定とかやめてほしいんだけど、うん、もう十分だから、日本はね過度すぎますよね、うん、いやすごい、ヤマトとかも昔もっと細かかったじゃん、ね、なくなって一瞬俺不足したけど、でもよく考えたらめっちゃ恵まれてるわと思って、うんうん、ツイッターでその宅配業の方が、うん、ブラックマンデーじゃなくて、うん、ブラックフライデーか、うん、この間やってたじゃないですか、うんうん、それでちょっとでも遅れるともう怒鳴ったりされて、すごく大変だからそういうのできればやめてほしいみたいなツイートしてて、そのコメントリプに結構皆さんあの遅れても大丈夫ですよチェック欄みたいのがあるといいなっていうことをなんか言ってて、あそこまで細かく指定しなくてもねっていうねお話もありますよね、うん金出せば偉いのかこうつけたいよね、ほんとね、これ特にありますよね、日本ね、社会がそうなると出てきますよね、これね貧しかった時のことなんだよね、モテないのところの典型的なパターンでさ、お店に行ってやたら店員に高圧的に出る、はい、おいもっと怖いみたいなやつっているじゃない、いるいる、あれはやっぱり貧乏だった頃の名残なのよね、うん、日本がお金がみんななかったからね、お客様は神様ですになったんだけど、今はもう違うから気をつけろよって話だね、うん、さあじゃあちょっとお話尽きないんですが、これ後半じゃないんだ、これ後半じゃないです、はい、そうか、じゃあ後半は、はい、ショートバージョンでお届けします、はいはい、まだまだねあのでも聞きたいことは僕らあるのでいろいろ展開していきたいと思うので、うん、続きはですね、4通りご視聴いただけます、ね、2023年の話もありますからね、まだまだ本編でもたっぷり話あると思いますが、うん、YouTube メンバーシップ audiobook.jp、Apple Podcast、そして、ニコニコ動画です、合ってますか、これたまにはノアさんに今度やってもらいましょうかね、いやいや、はい、続きは、概要欄の方で、URL をご覧ください、うん、それでは後ほど、この枠組みが完全に壊れた大変化が起きて、来年もさらに大変化が起きることはないのってことは、一言で言えば来年はこれです、あ、そうなんですね、そう、先進国の中で人口が増えている唯一の国がアメリカなの、そこはすごいこと、すごいし、だからアメリカは相当遠くない将来4億5億になるわけ、だから日本とか韓国がさ人口半分で、韓国が2000万、日本が6000万とかになる、50年後とかにこんな風になっちゃうのに、こっちは50年後とかには4億とか超えちゃうんだよね、そのぶっ壊れ方って何があります？今だったら、
それを僕に言わせるんですか。悲しい話になるよ。悲しい話になって、じゃあ日本一番経済的に本当に一番やばいパターン。